お宝探しいよいよ開始です。一応これ昔の改造車の人がよく履いてた、うん、ピレディの CN36 ってやつで、サイズが225とかあるんで、ですね、昔のローレルとかあの辺の後ろによくこれ履いてましたね、みんな。ちなみにこれ買うといくらぐらいするんですか？多分これは売らないと思うんで売らない記念に取っとくようですね、はい。まあ、ここにあっても、まあ、いくら頼まれても売らないものもあると思うんですね。8割ぐらいは売らないと思う8割なんだ、どうしようもないじゃないですか。お、これは懐かしい330のヘッドライトじゃないですか、はい、今です。長谷さんどうですか、ね、V12 のスープラにこう釣り目につけるんですよ釣り目なんだ。そう、流行ったじゃないですか釣り目につけるの。こっちのライトはあのここでバラすことができるんで。なるほど。まあバルブ自体はでかいやつなんですけど、エッジオンとかもつけることができるんですよね、これは。ちなみにこれはおいくら万円ぐらいで売ってあるんですか？まあこれもちょっと非売品なんですけど、まあ相場は今結構2個で3万円とか4万円ぐらいはすると思うんですよ、中古で。この形っていうのはもう手に入らないんです。入らんですよね、この形は。形がかっこいいんですよね、うん。お、ここにラッパーがあるんですよ、ラッパー。これは当時物の3年です、ね、はい。これはいくらぐらいするものなんですか？これはまあ今相場だったらやっぱ2万3万ぐらいは普通にするんですけど、うん、ちょっと売れないです。あ、懐かしかあったですよ、ここに。ほらタクトと一緒の。さあ皆さん多分知らんと思うんですが、はい、アンドレ・クレージュ。そうです。これピンクとブルーのめちゃくちゃ流行ったとですよ、これ10インチちゃんとナットも、しかもナットもほらクレージュのナットですね。あ、色付きのままあるんですねこれはね、昔俺欲しくて買えんかった記憶があるですね、はい、かっこよか。これも非売品です。どうして売ってくれるんですかこれは。そうですね、これはちょっと記念に取っとこうかな、はあ、やっぱりねそれは何なんですか。ミラーって言って、ジャガミラー、はい、今高いですね。何でもドアミラー当時1908円だったんですけど、うん、この前後輩が2個で13万で買いました。13万、うん、インターネットで新品箱入りが出てて13万で買ったらしいです。当時1980円がなんと13万円。ここにも宝物がありました、ジェリーこれ怒った風につけるとですね、釣り目風に。これ何でしょうね、シートなんですけど、オートリップのキノコバケットっていう、ここがデコボコの。ただこれ結構人気あって、どっかのお店が再販したんですよ。これはオリジナルですね。オリジナル、はいはいはい。これは高いんですか今。そのこだわる人はやっぱその再販じゃなくて、うん、やっぱり本物だ、ね、当時のダットさんコンペみたいなもんで。なるほどね。やっぱニスモで再販されたらそれは価値がないっていうんですね、うん、やっぱマニアは。これは究極のお宝風なんですか、うん、まあちょっと希少なマニアの人が、これどこ製探してる。これはトスコって言って TRD の前身になるんですけど、要はトヨタの純正みたいなレース用のオイルですよね、なぜここにあるのそれが。これはやっぱりイベントで買って、はい、でもインターネットでも出てるんですけど、まあ、めったに出ないんですけど、うん、この前なんかバラで QJ が1本出てて、うん、あスペアで買っとこうと、うん、だから3000円ぐらいだったんですよ。そしたら4万円になってました、うん、いやここにも懐かしい商品があるんですよ、チンチラ。これをね昔ねダッシュボードに置くのがすごく流行ったとですよ、うん、あとボンボンもあったですね。そうですね、ボンボンぶら下げるやつセットで。いや懐かしい。ぜひこれはじゃあ、はい、D1 のスカイラインに使用させてもらいます使ってくださいさあ宝の山がいっぱいですね、はい、ここで僕のサメブルと中津さんの GTO の部品をちょっと物色してかっこよくしてもらえますか。じゃあ、はい、いやお願いします。お願いします。はい、さあこのようにいろんなパーツをちょっとあしらってもらって感じで、これね当時の部品で軽く集めていましたけど、軽くといってもこういうのはもう丸見なんですよ最近は。そうですね、まあなるべく見つけたら取っとくようにしてるんで。これ何ちゅうタイヤなんですか、ダンロップ。昔のダンロップの CR88 ってやつでみんなパッパって言ってましたよね。アドバンのやつもあるですね、はい、アドバンはこれはまあちょっと割と新しめっていうか、うん、僕らの頃に売ってたやつでもう今はないですね、絶版になってて、はい、これだってタイヤ、これタイヤでしょ、これタイヤです。これホイールこんなに引っ張ってんだこれ引っ張り具合が素敵な割にはタイヤがちっこいですよね、はい、これもうこれをつけるとなんか車は変わりそうな気がしてきました、はい、そうですね、うん、砂の巻き合いがすごいですとにかく昔はこの鉄筋ホイールにこのホイールリング、リングこれが定番だったんだよね。これでちょっとおしゃれな光を醸し出すわけですね。そうそうそう、鉄筋だとシルバーじゃないですか。ですね。でこれでちょっとリムがあるようにも見えるし、実際これぐらい出てるじゃないですか。
ちょっと太く見える。そうですね。でこれはオイルクーラーですね。そうですね。昔なんかやっとったですね。取り付けでも大変じゃなかったですか。いやでも5分ぐらいあればつけます。ボルトオンなんで。ボルトオンつっても結構時間かかる。いや一応ボルトオンはここしかないんで。あこれはじゃあスポット、あとホースはもうグリルに刺して終わりです。あトップシークレットと同じ付け方じゃない。違う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 んですか。でこうアクセサリー類が並んでるじゃないですか、ね、これはどういった、このミラーとか。これは昔のナポレオンっていう会社のパッカっていうミラーで、ドアミラーが違法だった頃なんで、やっぱこの両面テープとかで耐えられる、要は軽いんですよね、すごくね。こっちのミラーは何ですか。じゃあこれはまあすごい GTO とかに似合いそうなあのムスタングミラーって言って、あの本物じゃないんですけど昔のムスタングマッハ1のミラーのパクリです。ちょっとパクリです。このハンドルもまたちっちゃいですね、はい、ほらね、ウッド、はい、ウッド、これオバのちっちゃい、こんなちっちゃい28杯ですね。28杯、はい、これは何ですか。これはテールランプ赤くすると時とかに貼るただのフィルムです。おお、なるほどね。やっぱ箱スカとかああいう感じのやるとかっこいい、ね。なるほど。はい。これね、昔僕子供の頃に車の後ろにぶら下がってた記憶がありますよ。静電気防止のブラブラですね。そうですね。実はでも静電気って人間に溜まっとるでしょ。ああ、はいはいはい。車に溜まっとるんじゃないので、これが放電してですね、逆にビリビリくるんですよね。これは何ですか。これはまあ今。僕の後輩が作ってるんですけど、これはあえて長いやつを作ったやつ、ね、これですね。これは長田さん家で売ってあるのと一緒ですか。そうです。ワンピン。そうなんだ。ハッタリです。これは。ハッタリ。これやっぱり電車とかから持ってきたんですか。そうです、ね。そうです最近の電車はやっぱおしゃれなものになってるんですね、はい。あとはね、外装がやっぱり問題ですよね。見た目。これがバーフェンですか、もしかして。いや、これバーフェンじゃなくてワークスっていうの。これはサバンナ用ですけどね。サバンナ、はい、かっこいい。僕何の写真でもつくですよね。まあ、何でも合います、はい。で、これがこれはチンスポですね。これ箱スカ用加工してあるんですけど、昔のやつなんか何でもついちゃいます。何でもね、はい、今でいうリップスポイラーみたいなもんですね。まあみたいなもんですね、はい。でこれ GT ウィングみたいな。これはカモメスクエアウィングっていうんですけど、こう両端が垂れてるっていうか、まっすぐのやつもあるじゃないですか、はい、ありますね、板っぱねっていう。でもああいうのは箱スカとか角張ってるのはかっこいいんですけ ど、うん、なるほど。こういう丸い丸目帯びてるような車はこっちの方が。なるほどね。このような商品をつけてどのようになるかちょっと楽しみになってきたですね、うん、やってみましょう。いや、お願いしますよ、はい。どれ何分ぐらいでつくんですか。そうですね、2台20分あれば気合でやります。早いですね。どんなマシンに仕上がるか、いや楽しみだ。今作業の途中、しかもタイヤ交換をしただけですが、これでもうね、随分かっこよくなったですよ。このフェンダーをくっつければさらにかっこよくなるに違いない場合、このように木ネジで止まっとるですね。日本は木の造作物、大工さんと一緒ですよ。さあ、ここからが問題ですよ。大きなこれからオイルクーラーの正しい取り付け方、入れて入りやすいように、はい、でグリルに突っ込んで、これやっぱあの湾岸で走ってる車って一緒じゃないですか。そうですか。違うんですか。お待たせしました。完成したんですか。完成です、とりあえず。もうね、本当に20分で終わったですよ。早い、ね。少しおとなしめの外観はわずか20分で超攻撃的なイメージに。なんか悪そうでかっこいい。まずね、やっぱ目立つのはこのワークス。いや、このホイールがいいな。ホイール、はい、この辺のワークスが。そしてミラーも変わっとるですね、ほら、はい、懐かしいミラーが。すごい足がないやつの方がぺったりかっこいいですね、うん、低く見えてかっこいいかな。これ後ろもかっこいいくないですか。これホイールの深さが車高まで落ちたですよ、タイヤがちっちゃいおかげで、うん。そしてウイング、これちょっと似合うですね、やっぱこういう、はい、こういうのがいっぱいついてるよ、これ例の静電気防止で。室内はというとですね、ここに吊り革とかハンドルもちっちゃくなっとるですよ。こだわって一応ウッドで揃えてみたんだ。こだわりのウッドハンドルとウッドシフトノブ。あとドクロのホームボタンですか。ドクロのホームボタン、ね、ボタン意味はないんですけど。そしてこのほらこれやっぱかっこよくないですか。オイルクーラーとチンスポ。チンスポいいね。オイルクーラーかっこいいですよ。ナンバーも曲げられとるし、おしゃれなシールも貼られとるですよ。街道レーサーっぽく、うん、はい、街道レーサーちょっとじゃあちょっと発車してみますか。
いろいろなところが当たっておられるんで杉永、杉永これ杉永走るのがいいね、これ火が出るとでしょうね、ここだったらね、火がさあ、続いてはなんか、GT を永田さんのマシン、なんか不安になってきたんだけど、いやいや不安じゃないですよ、楽しみになってきました、ね、楽しみだ、うん、永田さん、実はですね、これちゃんと作った車跡ですよ、ちょっとなんか心配があっとるですね、乗って帰んなきゃ、うん、十分いいか、乗って帰れるんですよ乗って帰れるんだ、うん、こちらのマシンの仕上がりはしばし待て、おう、ヘッドライト外しちゃったよ、うん、似てますね、いや、完全に笑顔が消えた、スモーキー腹くくったか、スモーキーの思いとは裏腹に作業は急ピッチで進められている、最後の仕上げとばかりにエキセントリックなパーツを装着、さあできたですよ、ついに、なんと2台で1時間ですよ、中田さんもともとちょい悪なイメージがあったギャラン GT をカスタム後のフロントマスク、取れたてしい感じがセクシーです、何をあしらってもらったですか、これ、まあ、元々の顔が悪っぽいんでライトをちょっとカバーで取れるように、暗くなったですね、こっちは逆にライト外してエアを吸うプラスホイールクーラーのとりあえずここに突っ込んで目を取って、はい、突っ込んだわけですね、まあ、これは突っ込んだだけですけど、またあとこのボンピンでの貼ったりのボンピン、まあ、でもかっこよけばいいですよ、はい、見た目がです、ね、やっぱね一番ね、はい、気がつくところがこの辺、はい、ね、まあ、オーバーヘンダーは、まあ、ノーマルでついてるんで、うん、GT はハの字切らないんで、うん、まあ、ちょっとタイヤが引っ張ってるからこういう感じで、キャンバーとは言わないんですね、はい、ハの字ですよ、あとは、うん、まあ、このミラーが、ミラーとりあえず仮でついてるだけなんですけど、 GTO にはこれがムスタングのタイプのが結構かっこいいかなっていう、あとテールランプ、ね、一番感動したのがこのテールランプですよ、はい、うん、テールすごい、すごい、まあ、ちょっとかっこいいじゃないですか、フィルムが貼っただけなんですけど、うん、やっぱ昔のムスタングとかも赤いテールで、赤、ちょっとアメ車っぽい、特殊なフィルムかなんかなんですか、いや、なんかもともとテールランプとか貼る補修用みたいなやつなんですけど、最近売ってないんですけどね、あんまりね、うん、悪そうでかっこいい、あとね、内装のアクセサリーも気になるですよ昔からついてた雰囲気で全部シフトノブ以外はなんか50年ぐらいから使ってる感じの、あんまりなんか新しすぎるのも何かなっていう、どうですか永田さん、これいや違った意味の感動がそう、ちょっとドライブに行かんですか、やっぱりやっぱり黒猫が横切ったですよ車幅がね、今までと一緒の感覚でいくと人に当たる恐れがあるとですね、このような子供危ないですよ、子供も呆れてこっちを見とるですね、ここまで長くはねえよな、まあ、普通の、ね、大通りに出ればマフラーは当たることは少なくなってきたですね、一応どんなに、ね、交通ルールを守っても車がね違反しとるとですね、全然速くもなっとらんし、逆に乗りにくくなっとるですね、がしかし雰囲気がちょっとあるですね、昔の不良の、いいのかな、こんな40過ぎてこんなことやってて、薄暗い森の中、やっぱね、こういうのはね、車がいっぱいおる駅前のロータリーとかね、そういうとこは似合うとですよ、いい音するよね、これね、懐かしい音って、ほんといい音してるよ、スモーキー、さあどうですか中田さん、このような車、ね、チューニングなんかいいね、なんかいい雰囲気するんですよ ね、うん、雰囲気がいいよね、まあ、これ以上やってしまうと正月しか乗れなくなるので、そうそうそう、使った工具はプラスドライバーとハサミこれだけで簡単になんかできそうな気もするじゃないですか、自分でやるのも OK だし、これプロの専門職に任せるのも OK、ね、でもね実は中田さんとかもやっとるんですよ、うん、こういうの旧車やってる、やってるんですよね、うん、乗りにくいところ乗りやすくとか、なんか現代の車のものをつけたりするんですよね、ちょっと、うんうん、そっち系がいいかなと思って、まあそういう、うん、気になる人はね、トップシークレットさんか、もしくは福岡空港近くのよくお店に来てくれれば、このようになるかもしれない、ね、半分隅が入ってるけどね、うん、というわけで皆さんもいかがですか、こういう車意外とね雰囲気あって楽しかったですよ、
現代車にはない味がある。便利さばかり追求せず、ゆったり流れる時間を古き良き車と過ごしてみてはいかがですか。